9、はい、もうすでに、球団の、西武の、記録はこれ更新してるんですけど、そうですよね、はい、その松井裕樹が、30セーブをかけて、ね、いい区切りになりますよね。中田さん、はい、松井裕樹投手以前から30セーブが目標と言っていましたので、はい、今日大きな節目と考えていると思います、はい、まあ、数字いろんな数字のことを聞かれても、まあ、通過点と答えることが多かった松井裕樹ですけども、ただセーブ数30に関しては、一つ目標にしてましたと。そうですね、これはすごいことですよね、はい、まあ、後々、まあ、まあ、それはもう白字決めるでしょうけど、ジョージはもう一回先発に戻してもらいたいという気持ちは皆さん持っていると思うんですけども、これだけ抑えられるとね、難しいですよね、正直ね、はい、うん、やっぱりこれだけ、この若さで三振も取れる、まあ、不動産の条件ですけども、まず三振取れるということは条件ですから、はい、そういう意味でもこのキレのあるストレート、それチェンジアップですよね、はい、同じような腕の振りのチェンジアップ、高校出て2年生と思えないような度胸もしてますしね、本当に言うことなしですよね、はい、まあ、今年は、少しスライダーの、投げる回数を少なくして、そうですね、はい、はい、その分こうチェンジアップとそれからスプリット、はい、そうですね、はい、向上心がありますよね、彼はね、いろいろな球を試そうというようなね、でそのコンビネーションで高い奪三振率を誇っている松井裕樹、はい、さあ30セーブをかけて2点リードの9回の表マウンドに上がりました。2番の足立から始まります。はい、まだトップバッターですよ ね。初球鈍い音がしました。バットを折った松井裕樹、ワンアウトです。素晴らしいボールですよね。足立のバットが折れました。しっかりまっすぐ狙いで行ってはずなんですけども、あれだけ差し込まれるというのはどれほどキレのあるボールなのかってのは分かりますよね。バッターとしても分かっていても、分かってて、はい、そうですよ、思った以上にキレがあったんですよね。高めの球、高く上がりました。この打球はセカンド、まだ落ちてこない、うん、藤田が取りました。上空今日は風がありますんで、はい、そうですよね、少し藤田も最初の、落下点から足を動かしてこのボールを抑えました、はい、今のスイングを見るとストレート系の方が、そうですね、はい、まあ、できればインサイドの真ん中高めでも投げた方が、あ、はい、あ、インサイドが来ましたね、カットがインサイドが来ましたね、はい、はい、ナイスボールでした。これで松井裕樹30セーブ達成、いや素晴らしいですね、これ言うことなしですね。そして則本2桁に王手、はい、今シーズンの9勝目をマークしました、はい、ただね、はい、私もね、島がねよくリードしたと思うんですよ、はい、だからこういう時ねやっぱりね、完封したキャッチャーっていうのも必要かなと思うんですけどね。なるほど、はい、この1安打完封リレーは、島の好アシストもあった、はい、あったと思います、最後は T 岡田を三振に取りました。カットボールですよね多分ね、はい、これで、まあ、抑えに転向、今シーズンプロ入り2年目30戦目ということになりました、はい、松井裕樹、あ、ファンの方涙ぐんでますね。いいですね泣いてますね、泣いてますね、松井裕樹の30という数字を掲げて、この女性ファンはこの30セーブを待ち望んでいました。そうですね、はい、はい、そうですよね、